点キック。俺からパスを出した。それよし、松山君素早く横にかわす。小田君センターラインを越えて攻め込む。チャージが決まった。松山君激しいタックル。岩見君ここは抜かせません。なんと奪い返した。チャージが決まった。あとドリブルを見送る。翼君ボールは友達渡しません。これは南米式のドリブルだ。いくぞ翼君豪快にシュート。体ごとボールにぶつかっていく。これはブロック失敗だ。加藤君ボールはまだ生きている。さあそれボールを押さえた。杉君ここで止めた。チャージが決まった。近藤君パスを出します。南君激しいタックル。ここはパスに切り替えた。タッグン次は横にかわす。次々にかわしていく。タッグン横にかわして突破。それ翼くんシュートまで持ち込めるか。ゴールを狙う。これは見事にキャッチ。パントキックどこまで運べるか。素早く横にかわす。次々に変わっていく。体ごとぶつかっていった。翼くんここは抜かせません。ボールは友達渡しません。チャージが決まった。パスを出します。チャージが決まった。逆サイドにボールを振る。山村くん激しいタックル。フラノこれはチーム全員で相手ゴールを目指すなだれ攻撃だ。体ごとぶつかっていった。キャプテンばかりに頼っちゃダメだ。俺たちだけで得点するんだ。チャージが決まった。かわしてくれた。ひすぎ君敵陣を切り裂く。ここだ。必殺のシュートを放った。これはキャッチできない。ひすぎ君ここでボールを受けます。近藤君ボールを狙うと届かない。ここで俺が翼に勝てば流れが富良野に来る。松山君に勝ってなんかスペースにするんだ。松山キャプテンここはパスを出した。やらせるか。松山君このスライディングが決まった。チャージが決まった。なんか雪国で磨いてきたこれが俺の力だ。決まった。松山くんの地を這い砂塵をまき散らす豪快な北国シュート。雪国の軟弱なグラウンドで培った足腰だからこそ打てるシュートでしょう。よし決めたぞみんな。キャプテン やられた。あれは波のキーパーじゃ防げないさ。俺たちキャプテンのロングシュートは無敵だ。大空翼のドライブシュートに匹敵するぐらいにね。あのシュートは相当訓練を重ねてきたな松山君。松山君よかった。よし追いついたぜ。まだまだ同点ですよキャプテン。この調子で勝ち越しましょう。ああよし行こう。やるな松山君。まだ同点だ。これからだろ翼。そうそう1点取ればすぐに勝ち越しさ。そういうこと。さあ気合い入れ直そうぜみんな。よし残り時間勝ち越し点を狙っていこう。ああ、ふっ、ふっ、ふっ、ここは抜かせません。ふっ、ふっ、ふっ、松山くん、ボールを狙うも届かない。これはドボー抜きだ。それ、ふ
ここはパスに切り替えた。すでに強度の反応が出た。そんな、ここからの一件は非常に大きな意味を持ちます。パントキックで大きく蹴り出した。このパスをトラップ、あなたとぶつかっていった。翼くん、お箱のヒールリフトだ。これは難易度式のドリブルだ。翼くん、これを見ろ。ここからチャンスを作れる。ウイニングショットだ。このボールに飛びつく。加藤くん、ゴールを守った。おっと、コース交代だ。翼くん、得意のヒールリフトで抜いた。ここから打ってきた。パントキックで大きく蹴り出した。ここでパンカット、チャージが決まった。おっと、攻守交代だ。ソラ、このタックルは確実に終わります。岩見くん、横にかわして突破。滝くん、素早くつなぎます。ここは前に持ち込んだ。横にかわして突破、シュート。パントキックで大きく蹴り出した。翼くん、ここで奪った。これは何で好きなドリブルだ。あっと、ドリブルを見送る。さあ、ボールと真っ向勝負。あっと、セーブ、セーブ。ガンゴーくん、パスを出します。あっと、奪い返した。ドリブルで突破。キスギくん、ここからチャンスを作れるか。肌ごとぶつかっていった。このパスをカットします。本田くん、ここは抜かせません。左へパス。はぁ、それ、いけ。翼、これが最後だ。松山くん、俺は負けん。強烈な中央。根性だ。石崎くん、勝負だ。ここで顔面ブロックだ。よし、キャプテンを信じろ。ゴール前へ行くぞ。翼だけに頼るな。俺たちが助けるんだ。ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。よし、杉君、素早く横にかわす。翼君、ボールは飛べず渡しません。ドライブシュート。ここだ。懸命に取り付く。これが決まった。勝ち越しとなる貴重な、あれを決めなくちゃ男じゃない。これに、ドライブシュート。ここだ。キャプテン、もう残り時間も少ない。南葛はやっぱり強いよ。クソ、センターフォワードの俺がもっとしっかりしていれば。小田は確か旭川の高校へ進学する予定だったな。え、山室は農業系の高校へ、機械いじりの好きな若松は工業高校へ、近藤は中学を出た後自分家の牧場を手伝うんだったよな。キャプテン、この大会が始まる前、俺思ったんだ。俺たち小学校の時から今までずっとみんなで一緒にサッカーしてきた。でも中3の夏、この大会が最後だなって。負けたらその試合が俺たちの一緒にできる最後のサッカーの試合になるんだなって思ったんだ。だから俺たちの今までやってきた全てを出し切って戦おう。みんな、キャプテン、もらったぜ。荒脇のようなドリブル。フラノ、これは前のものか。で相手ゴールを目指す。ここだ。流れ、イーグルショット。この花のように舞う。ゴールは奪わせません。パントキックで大きく蹴り出した。さあ、カウンターだ。松山君、ここは抜かせません。チャージが決まった。かわして振り切った。松田君、ボールダッシュ成功。野田君、素早く横にチャンス。高杉くん、ここは抜かせません。ロングパスだ。
いよいよ後半アディショナルタイム。両チーム最後の力を振り絞って走ります。さあ素早く横に倒す。ここからチャンスを作れるか。ドリブルと見せかけてパス。体ごとぶつかっていった。敵陣へ攻め込みます。翼くん、これは南米式のドリブルだ。山田くん、激しいタックル。そら金田くん、素早く横にかわす。杉野くん、ここは抜かせません。センターラ、ここで試合終了の笛だ。南葛、明日の決勝戦へ進出決定。前人未到の3連覇までついにあと一歩まで迫りました。どうした翼、勝者が倒れちゃしょうがないぜ。松山君、しかし翼、お前という男は本当にすごい男だぜ。こんなにボロボロなくせにあれだけの力が出せるんだからな。松山君、お前と全力で戦えたこと誇りに思うぜ。明日の決勝も負けるんじゃねえぞ。さあ立て、みんな。今まで応援してくれたスタンドのみんなに最後の挨拶だ。キャプテン、みんな整列だ。応援団のみんな、ありがとうございました。ありがとうございました。よくやったぞ、フラナー。敗れてもお前たちのチームワークは日本一だぞ。健闘むなしく敗れ去ったフラノの選手が今応援団に挨拶です。しかしここまで本当によく戦いました。雪国の爽やかな選手たち、フラノイレブン。松山光、敗れたとはいえお前は立派な男だ。俺たちのサッカーは終わった。マネージャー、せっかくハチマキ作ってくれたのに、ごめんな。勝てなかったよ。これはハチマキの端っこにこんな小さく、しかも目立たないように白い布に白い糸で。どうしたんですキャプテン。監督、マネージャーは？マネージャーならついさっきお母さんが迎えに来て出て行ったぞ。な、マネージャー、今日これからすぐにお父さんのいるアメリカに立つんだそうだな。お前たちずいぶん世話になっただろう。だから戻ってきたら挨拶させようと思ったんだが、時間が。おい松山、車はきっとまだどこかに。あの車か。藤沢、藤沢。くそ、この詩集、藤沢。 I love you
よしこ。松山君、やっぱり最後にちゃんと。でも、もう。藤沢。え、どうやら間に合ったみたいだな。どうして。お前が車で行った後、サッカー協会の人が車で送ってくれたんだよ。できるだけスピードを出してもらってさ。松山君、あ、松山君、足から血が。え、ちょっと待って。ああいいよ、ハンカチが汚れちまう。ダメよ、だってこんなに血が。こうやって傷の手当てしてもらうの、これが最後だ。松山君はいつも無茶なプレーするから一番怪我が多かった。思い切ったプレーと言ってほしいな。はい、こうやってしばらく押さえといて。サンキューマネージャー。どうしたんだよ。だってこんなところに急に現れるから。なんだよ、お前がいけないんだぜ。サッカー場の前からタクシーを追いかけて藤沢って呼んだのに、気がつかずにそのまま行っちまうから。この傷だってその時アスファルトにつまずいてさ。おい泣くなよ。だって泣くなってば。涙拭けないじゃないか。お前のハンカチ俺の膝の上にあるんだし。松山君、元気で行ってこいよな。このハチマキ、お前との記念に大事に取っておくよ。ありがとう。遅いなキャプテン、どこまで行ったんだろう。まさか空港まで追いかけて行ったんじゃ。でもそんなお金持ってないだろ。なんだこの番号、どこからだ。はい、もしもし。監督。松山。すみません監督、今空港なんですけど。お前本当に空港まで。これからサッカー協会の人に送ってもらいますので、宿舎に戻っていてください。よし、わかった。キャプテン、空港まで行ったのか。まあ諦めないってのはキャプテンらしいといえばらしいな。そういえば藤沢がキャプテンをってのはなんとなく察してたけど、キャプテンは藤沢をどう思ってたんだろうな。これは帰ってきたら質問攻めだな。ほどほどにしておいてやれよ。まったく、あれほど言ったのに無理をしよって。明日の試合に出れなくなってもわしは知らんぞ。でも無理をしなければ今日の試合は勝てませんでした。絶対に勝って明日の決勝に出たかったんです。本当にお前というやつは。今日勝てたのは先生のおかげです。先生の治療とこの肩の包帯に書いてもらった必勝の文字のおかげですよ。先生そんなもの書いたんですか。ああまあな。先生、ここに必勝って書いてくれませんか。必勝？俺は今日の試合必ず勝たなくてはならないんです。勝って日向君との決着をつけなくては。
しかし東方のヒューガはこの大会全く試合に出ていないじゃないか。ええ、でもヒューガ君は必ず明日の決勝には出てきます。俺の日本での最大のライバルはヒューガコーチを、そしてこれがヒューガ君との日本での最後の勝負になるんだ。先生、ん？明日の決勝戦、無理だと言っても俺は出ますからね。明日の朝スタジアムで治療するのも面倒じゃろ。今晩はわしの病院に泊まっていけ。はい。決勝は予想通り南葛対東方、大空翼対日向小次郎になったな。しかし気がかりなのは日向だ。明日の決勝に日向は出るのだろうか。出たとしても大空翼に比べてどの程度成長しているのだろうか。はっきり言ってこの2年日向の伸びは期待に反して少なかった。小学生の大会、あの燃えるような闘志で翼、美咲、若林を苦しめた。もう子ヒューガ小次郎、しかし中学に進んでからはあの時の飢えた獣のようなハングリーなサッカーは姿を消しつつある。日本のサッカーのために俺は心底願う。もう子ヒューガ小次郎の復活を。ブラジルへ旅立つ翼、その翼のいなくなった日本を任せられるのはヒューガ、君しかいないんだ。わし宛ての手紙、これは。前略、東方学園監督北爪誠殿、この度はお願いがあって筆を取った次第です。北爪監督、どうか日向小次郎を決勝戦で使ってやってください。己を鍛え直すために沖縄に来いと日向を誘ったのは私の方なのです。キャプテンとして大事な時期に無断でチームを離れた責任は確かに大きいでしょう。しかしそれは自分を強くするため、東方を強くするため、その一心で起こした行動なのです。どうか今度だけはサッカーに対する情熱ゆえの行動と思い許していただけんでしょうか。監督、話があります。なんだ。これはみんなで話し合って出した東方サッカー部全員の意見です。そのつもりで聞いてください。明日の決勝、ヒューガキャプテンを試合に出してください。この意見が取り入れてもらえないのなら、俺たちは明日の決勝戦出場をボイコットします。したくね。でも俺にできるのはこれしかねえ。キャプテン、土下座なんてそんな。お願いします。どうか俺を試合に出してください。キラ監督の指摘で俺は自分の甘さに気づいた。だから俺は沖縄へ行き、キラ監督の指導を受け、いつどんな時も闘争心を持ち続けることを骨の髄まで叩き込んできた。俺を鍛え直してくれたキラ監督の思いに応えるためにも、何が何でも決勝に出なきゃならねえんだ。
監督、僕たちからもお願いです。ヒューガさんを試合に出してください。キャプテンは確かに無断でチームを抜けました。でもそれは明日のために、打倒南葛のために、凄まじい特訓をするためなんです。お願いします、監督。キャプテンを出してあげてください。お前ら。全員グラウンドに出ろ。え？ヒューガ、この東邦はお前がいなくても全国大会の決勝まで勝ち上がってきた。監督、それは？その原動力となったのはフォワードの反町、ミッドフィルダーの沢田、ゴールキーパーの若島津だ。ヒューガ、もしこの3人からゴールを割ることができれば、お前を試合に出そう。そうだ、二言はありませんね。ただし、この3人がお前を試合に出させたいために手を抜いた場合、出場は認めん。わしの目はごまかせんからな。いいな、反町、沢田、若島津。はい、はい。準備はできたか。はい。笛を吹け。確かに監督の目はごまかせない。ヒューガさん、全力で行きます。俺は試合に出る。え？このタイガーショットで翼を倒すんだ。